セフンは SM エンターテインメントに所属する韓国出身の男性歌手。男性アイドルグループEXO並びにEXO系のメンバーで、ポジションはリードダンサー、リードラッパー、サブボーカルである。また、チャンヨルとのユニットEXO-SCとしても活動している。本名はオセフン、ソウル特別市中6出身。血液型はO型、身長183cm。3歳上の兄が一人いる。2008年 SM キャスティングシステム合格。高校在学中の2012年にEXOとしてデビュー。2013年、ソウル公園芸術高等学校卒業。メンバー中一番年下であり、格能力設定は風。タイのメンバーはEXO-Mのタオだった。Overdoseアルバムパッケージ記載の個人コードは35案。1994年生まれということで、背番号は94。ビビという名前のビションフリーゼ犬を実家で飼っている。趣味は音楽を聴くこと、特技は演技とダンス、ロールモデルはBoA、よく聴く音楽はヒップホップ、好きな色は白と黒、好きな映画はアクション映画。好きな食べ物は肉と寿司、ラーメン、豚足。好きな飲み物はバブルティーで、皇帝ロデオ通りにある専門店COFIOCAの常連。感情を表に出すのが苦手なタイプだが仲良くなると明るくなる性格。ザウの名はしたいことをしながら器用で舌を出す癖がある。仲の良い芸能人はスーパージュニアのドンエ。幼少時は消防士や大統領、サッカー選手などを夢見ており、歌手になるという想像はしていなかった。小学校6年生の時、路上でトッポッキを食べていたところを SM からスカウトされたが、芸能人がどんなものなのかよくわからずにいた。2年にわたり、計4回のオーディションを受け、2008年の中学校2年生時に合格し SM の練習生となった。年齢が幼かったため当初は多少の混乱があったが、自分の夢をしっかり持つ友人を見習い高校1年生の頃からダンスの練習に励むようになった。人見知りで恥ずかしがり屋の性格だったが、トレーナーからダンスの才能があると励まされ、ダンスに専念した。事務所入りした当時は、市民の肩の1ほどの背丈だったが、その後急速に身長が伸びた。2012年1月10日公開の予告映像にて、メンバー中5番目に初披露された。2012年4月8日に、EXO系のメンバーとして韓国で正式デビューした。2013年2月7日にソウル公園芸術高等学校を卒業した。誕生日当日の2014年4月12日、EXOのファンカフェ、オルポがセフンの故郷中郎区にあるウォングアン障害者総合福祉館にセフン名義で寄付活動を行い、EXOのデビュー日2012年4月8日にちなんだ合計金額120万4080ウォンを送った。2015年4月13日にミランダ・カーが自身のインスタグラムにセフンのサイン入りエクソダスアルバムジャケットの画像を投稿した。中国のファンサイトワームウィンドがセフンの誕生日2017年4月12日にスコットランド北部のハイランドにあるグレンコーの土地1平方フィートをセフン名義で購入。環境保護団体ハイランドタイトルズから貴族の称号、ロード・オブ・グレンコを受けた。主演は役名を太字で、表記描写モデルは氏名を太字で表記。ありがとうございます。